どう思いますか。ちょっとびっくりしますよね。ところが年齢を気にするという文化は実は日本と韓国だけに特有です。他の国では職場で誰が何歳かなんて気にしないし、そもそも知らない。それが普通です。日本だと、年齢をすごい気にする文化のせいで、25歳ならこれぐらいができてほしいよねとか、30歳にもなってこんなことできないのとか、それが40歳のすることかとか、そういう言い方があります。こういうのをエイジハラスメントと言いますか、年齢を気にすることでハラスメントの温床にもなっているというわけです。さて、年齢欄をなくすと何がいいかと言いますと、純粋に人柄とか、職務経歴、人間性、性格、適性、そういうものを見て、採用することができるようになります。35歳だから適性があっても落とせるとか、40歳だけどすごくいい人なんだけど40歳だから落とすとか、そういうことはあってはならないことです。それから、日本の年齢至上主義だと一つ問題があるのは、年を取るごとにどんどん可能性が狭められていくこと。例えば20歳を超えたらプロ棋士になる道が閉ざされます。20代後半になると初級公務員の道が閉ざされます。30歳になるとだんだん公務員の道も閉ざされてきます。こんなことはあってはいけません。年を取るごとにどんどんワクワクすることが増えるのならまだいいですが、年取るごとに可能性が狭められる、そんなことはあったらならないですよね。なのでぜひ、履歴書から年齢をなくすと、このキャンペーンにご賛同よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。